フータを魅力的に撮影する写真テク。こんにちは、 BUA 七世の8人目ミソンです。今回はフータを撮影する際の写真テクを軽くご紹介したいと思います。まず前提としてヒットポイントは 50% 以上にしておきましょう。固有テンプ地のかまどでバフのエフェクトが出てしまいます。とりあえずおすすめなのは通常攻撃6段目終わりのポーズです。なんでこんなにあざとくて可愛いポーズができるのかわからないです。通常攻撃ということもあり、メニューのカメラ機能を使って撮影するのは困難なので、写真機を装備して撮影してあげましょう。正面が一番映えるポーズかとは思いますが、神社などでこれを後ろから撮影しているとお参りしている風の絵も撮れるのでおすすめです。続いて通常攻撃の2段目、右斜め前から撮影するのももちろん可愛いですが、僕のおすすめは左斜め前からのショットです。大きな袖、広がった裾、帽子とツインテの躍動感を1枚に集約できます。その上背中からのショットということもあり、彼女の明るいだけでないという面も表現できます。そして何よりのこだわりポイントは、攻撃モーションをしばらく待つと半目が撮れるということ。普段の彼女からは想像しがたいギャップのある表情が撮影できます。